キュッ。全世界のフットボールラバーの皆様、こんにちは。カンボジアプノンペン特設スタジオより GFS オリアです。1月24日土曜日に開催されます第3回リトルワールドカップ、今回はですね、ミニサッカーバージョンということで、そちらの GFS オリア日本代表の発表を、発表記者会見を本日取りを行いたいと思っております。それでは、日本代表監督ポッティ監督より、発表をしていただきたいなと思うんですが、今回いかがでしょうか。前回大会3位4位日本代表を苦戦しておりました。そうですね、前回大会は2チームに分かれての試合だったので、ちょっと戦力が分散してしまったというところがあったんですが、今回は1チームで、全戦力をまあ、集結させて、はい、まあ、個でもチームとしてでも、戦えるようにチームを持っていきたいと思います。それでは日本国民は、期待していいということで、今回は期待してもらって大丈夫だと思います。ありがとうございます。それでは、発表の方に移りたいと思います。オーティガトよろしくお願いします。それでは日本代表登録メンバー発表させていただきたいと思います。福原ブロム・アキラ、古翔、田村、黒川、沼澤、前園、木原、池延、竹西、西山、鈴木、川木だ。予備登録メンバーは菊池、富塚、以上です。ありがとうございます。豪華メンバーで今回も豪華メンバーで行っちゃいました。自信ありということでよろしいでしょうか。そうですね、やっぱりゴールキーパー滝西を中心とした守備陣、はい、やっぱ沼澤選手や、池延選手の安定したディフェンスがありますし、はい、まあ、攻撃面でいうと、まあ、やっぱり不動のエース黒川選手、はい、あとベテランの、唐木田さん、はい、まあ、あとあの予備登録メンバーの菊池さん、だそこ の, あの若手と、ベテランの融合がうまくできれば、まあ、上位というか、まあ、優勝できるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。以上でよろしいでしょうか、はい、それでは以上をしまして、GFS オリア日本代表発表記者会見を、終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。